さあ本日も良い天気でござる。後ろに見えてる上野動物園ではなくこっちです。西洋美術館。これ本物は一体どこにあるんだろう。考える人を。まず知ってる、ここ日本で数個しかない世界遺産。それなりに俺は期待していく。おお、かっけー。動画は撮れないって。写真で楽しんでください。行ってまいります。眩しすぎる。普通にごめんなさいってレベルで舐めてた。すごかった。お母さんも何も知らなかったもんね。睡蓮あったのと帽子のあの女のやつあったりとか、っていうのがもう何個もあったし、さすが世界遺産だわ。ここにさ、この考える人いるじゃん。だからてっきり俺このサイズだと思ってたのよ。実物の大きさこちら。ちっちゃ。こんなでかくなかった。美術館出たすぐのところもこれ、なんかてっきり偽物だと思った連中が実はほぼ全部本物でビビってる。無残の地獄のもん。これやっぱ地獄のもんなの。地獄っぽいもんだなって。本当に地獄のもんなんだこれ。これめっちゃかっこいい。こんな大きくなくていいからさ、自分家の部屋の扉とかお風呂の扉これにしたい。そんなわけで以上、上野公園初めての国立西洋美術館でした。修学旅行生もいっぱいいるな。あともう少し上野公園を散歩したら帰ろうかな。またね。